4月15日の桐姫スイーツ。49枚溜まってる。どっか適当にクリアすれば回せるな。でも今欲しい覚醒色別にないんだよな。うん、取っとこ。さて今日はまずは討伐ステージかな。美味しいステージではあるけども、ちょいちょい入りそびれてる。チョキ系、相手がパーだとちょっと大変だな。少しランクを下げるか。チョキの何で攻めるのがいいかな。天空なマーンだと、この敵の編成だと単体扱いになっちゃうかな、ダメージが。だからチョキキャラが今ほとんどいない。歌舞伎？いや違うな。どの位置ちょっとさらっと入ってランクを下げよう。全部パーじゃどの道。この攻撃でどれくらい減るかによるな。ちょっと厳しいね。で奥のやつに当たってないし、はい落ちたダメージソースがしょっぱないなくなるなんて。属性も変わってほしいな、こういう時は。何がいいかな。チョキがほとんどいなくなった激しぐれを先に出すかな。ドーナツも先にあるうちに取っておかないと。上の攻撃力アップトリーのこの上のを取りながら、あしまった、上すぎるから下に向けての判定が少ないんだっけ。それはお激しぐれが押されていい感じに下に行ったしかし他のが、一応ドーナツあるけど、どうしようかな。この場合は風かな。単体攻撃にはなっちゃうけど、あーこれじゃなかったか。ただしぐれの攻撃で、いやこのペースじゃちょっと倒しきれないな。他グーだし。なぜ編成を変えないの、めんどくさいからです。非常にそのまま落とせ、よーし。しかしラットが奥の槍のやつね、あいつが残りのターンで削り切れる感じがしないので帰る天空人が叫んでる。キョイーン。多分この600台ぐらいになればもうさすがにいけるかな。おっとちょっとチョキキャラが全然いなくなった。まあここはランク下げてもね、いけるランクでいっちゃった方がいいんで。900台とかいける時もあるけども、そこで頑張りすぎるとちょっと辛いんで。というか入りたいステージがないな。やっぱこれは通常ステージ、職業ステージ、ここって入れんの。新覚醒武器登場、これは入れるステージだっけ。入れるですか。あのドレスが落ちないやつか。そうだそうだ、期間限定ものだったのがこういう風に出るようになったんだ。またステージ1からだけども、またその分報酬がゲットできると考えればありがたい。ドーナツは別のやつに取らせたい。
あれ弱かった。こんな簡単に一ステージ目だからか。一撃で沈んで逆にびっくりしたぞ。またこのまま進んじゃうか。多分属性は一緒なんだろうけど。もう君だけで十分ってことか。だね。まあ後半どうなるかわからんけど。あ、王冠取れてないな、これ。もったいないことした。ちょっと張り合いがないんで、ここら辺は裏でやっておこう。あ、でもこれ最後まで行くとプレチケ3枚も手に入るのか。なるほどね。あ、でもな、今の時点でプレチケ増やしちゃうと引きたくなっちゃう恐れがあるから、あえてここで止めておくっていう自制をやってみよう。まあ時間もほどほどな、5分以上あるし、うん、いつもの適当な動画の時間ぐらいにはなったね。じゃあ今日はこれぐらいにしておきましょう。また明日。